フルオキセチンのカプセル剤フルオキセチンは選択的セロトニン再取り込み阻害薬に分類される抗うつ薬の一つである。商品名プロザックとしてアメリカ合衆国のイ、e、ーライリリーカンパニーから発売され、また後発医薬品も存在する。なお、日本では厚生労働省未承認の処方箋医薬品であり、保険調剤報酬として掲載、販売はない。 主として、うつ病、強迫性障害、接触障害に有効とされている。世界保健機関の必須医薬品の一覧に収録されている。1988年の発売当初は、その効果からアメリカ合衆国では、新世代の抗うつ薬、奇跡の薬とも言われ、大変な人気を博した。主な副作用としては、吐き気、頭痛、神経痛、 自殺リスクである。世界保健機関のプライマリケア従事者向けガイドラインでは、中等症から重症のうつ病への薬物療法の選択肢の一つとしている。一方で12歳未満への投与は禁止、12歳以上自動青年では第一選択肢であってはならない。英国国立医療技術評価機構の強迫性障害ガイドラインでは、成人に対して 薬物療法を行う場合の選択肢の一つであり、また、自動青年に対しての第一選択肢であるが、その処方は、自動青年精神科医の管理下でなければならない。月経前、症候群にも有効なことから、商品名、サラフェムとして販売されている。アメリカ合衆国では、抗うつ剤の使用量が増加しており、一般的な下水処理水にも処理し得ない。 微量のフルオキセチンが含まれている。ポーツマス大学の生物学者、アレックス・フォードは、下水中に含まれる濃度のフルオキセチンが、エビ類に与える影響を調査し、行動に変化が生じることを2010年に報告した。性欲更新。ゲッティスバーグ大学のピーター・フォングは、2枚カイスファリアム、ストライタナムに、フルオキセチンを与えたところ、何も与えない。 対象群よりも10倍の繁殖力を示したという実験結果を発表している。なお、この実験によって本部は1998年にイグノーベル賞を受賞している。マウスを使った実験で大脳皮質において神経細胞の再生を促進する例が報告されている。ありがとうございます。